動物の森シリーズ動物の森動物の森は任天堂より発売されたコミュニケーションゲーム動物の森シリーズの第2作目前作からわずか8ヶ月という異例の速さでリリースされた前作は日本国内のみの発売だったが本作は世界各地で発売されているゲーム内容は前作がベースになっているがタイトル通り様々な要素が追加されている オリジナルの服や傘などを作れる下手屋や虫、魚、貝が化石を寄贈できる博物館が新たに建てられた。また、新しい動物も登場するほか、一部キャラクターのグラフィックが変更された。ゲームボーイアドバンスをグバケーブルでつなげることで、村の海岸沖に島ができ、船乗りの合併に連れて行ってもらえるようになった。島内ではグバでも操作できる。また、 グバ同士をつないで、島のデータを交換もすることもできる。前作より、家具や虫、魚などの数が増え、虫取りの方法に特殊な動作を必要とする虫も登場した。ファミコン家具として新たに、ベースボール、マージャン、五目並べレンジュ、パンチアウト、などが追加された。あい、言葉を手紙に書いて送ると、そのキャラクターから返事が来るシステムも登場した。 愛言葉は動物の森カード E に記載されており、ファミコン家具などを入手することができる。本作の公式ホームページ上には、期間限定でファミコン家具の愛言葉が掲載されていた。動物の森カード E は一時期品薄状態が続き、任天堂ホームページ上でお詫びの文章が掲載された。前作の動物の森からセーブデータを引き継ぐ。 データお引っ越しサービスが行われたことがあり、サービス利用者にはファミコン家具のアイスクライマーがプレゼントされたが、現在サービスは終了している。また、次回作の動物の森 E にはメモリーカードを使うことでお引っ越しをすることができる。本作はメモリーカード59が同梱されて発売されていた。これは本作のメモリーカードの必要ブロック数が59であり、 本作一本でメモリーカード59の容量すべてを使い切ってしまう仕様のため、初期生産分同梱のメモリーカードには、前作のコントローラパック同梱版と同様に、ケケミュージック、ファミコン家具、スタッフからの手紙が収録されている。年末年始のカウントダウンや運動会などがある。動物の森のイベント1、5枚1組のパッケージで発売され、中にはランダムで、 カードが入っている。週刊ファミ通などの雑誌の付録として配布されたこともあった。カード E の表面には動物の森に登場するキャラクターが描かれ、裏面にはそのキャラクターのプロフィールや本作と動物の森 E で使うことができる合言葉が書かれている。さらにカード E リーダーにカード E を通すと、裏面に書かれている合言葉とは違う合言葉も入手できる。 ニンテンドー、動物の森のゴルフを期間限定プレゼント中。ゲームウォッチ、2002年2月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年11月4日閲覧。ニンテンドー、GC、動物の森夏休みプレゼント FC、くるくるランドなどが手に入る。ゲームウォッチ、2002年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月4日閲覧。インフォ。動物の森カードイーガナ品薄状態。エンターブレイン。2016年4月8日閲覧。お引っ越しについて。ニンテンドウ。2016年4月8日閲覧。ありがとうございます。